ブルまで駒を進めてまいりました。挑戦者対するはジムリーダーみかん、ただ一人。パワフルな鋼タイプのポケモンを相手に挑戦者はどう戦うのでありましょうか。さあ、手始めに、ある一撃。ここで受信攻撃、弱点をついた。おっと、早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでハガネールの登場だ。現在のところ、残るポケモンは3対2。激しい攻撃、効果は抜群だ。ああ、今度は小さなダメージ。ああ、激しいバトルです。いった、よし、当たった。やっと力尽きたか。さあ、この強力なポケモンの最新劇を止めることはできるのでありましょうか。ここでホレトスの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで火炎放射だ。決まった、これは効果的だ。なんとか持ちこたえました。さあ、これは、おっと、よく耐えた。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、一気に当たった。最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。ロケット弾、予期せぬこのアクシデントを挑戦者はどうかわすのでありましょうか。いきなりのポケモンチェンジです。ここでクヌギ玉の登場だ。さあ、まずはおっと、あまり効いていない。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで火炎放射だ。これは有効だ。ここでノックアウト。
さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。現在のところ残るポケモンは3対2。鋭い攻撃、これは効いている。ダウンだ。さあ一方的な試合が展開されております。ここでマタドラスの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。ここで一発敵目十分。これで勝者決定です。ここで試合終了。さあ当選者はどのような戦いを繰り広げるのでありましょうか。今両者戦闘態勢に入って、あっとポケモンチェン。このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここで闇カラスの登場だ。さあ手始めに、これは効果なしです。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。おっと毒毒攻撃だ。おっと攻撃が外れた。この攻撃効果は抜群だ。あっとあっけなく倒れてしまった。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでデルビルの登場だ。これは先ほどのポケモンの実力を晴らすような活躍を見せてくれるか。現在のところ残るポケモンは3対2。ここで地震攻撃、これは有効だ。一撃で崩れ落ちた。さあこの強力なポケモンの最新撃を止めることはできるのでありましょうか。再び登場しました。このポケモン、これに使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。いった、重いヒット。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。奴らには負けるわけにはいきません。気合を入れて頑張ってもらいたいところ。
激しい攻撃、逆転をついた、一撃でダウン、早すぎるダウンです。初めから大変なバトルになっております。ここでラフレシアの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。強い攻撃、狙い的中、鋭い攻撃、決まった、これは効果的だ。さあ、熱いバトルが展開されております。この攻撃ダメージは大きいぞ。あっとダウン、さあ一方的な試合が展開されております。ここでベロリンガの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ激しいバトルです。ここで一発、大きなダメージ、いった、効き目十分。さあ両者とも疲れが見えております。ここで地震攻撃、よし当たった。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。